ちょっと待ってくれよ。頼む。夏は俺に育てさせてくれ。しつこいっつの。裁判でも親権は私って決まったでしょ。ちゃんと養育費の支払いだけはよろしくね。もしかしてお前養育費目当てで。何言ってるの。私は夏のことが大好きなの。愛してるから一緒にいたいのよ。何が愛してるだ。夜遊びばっかりでろくに夏との時間を作ってなかったじゃないか。夜遊びなんかしてないけど、証拠は？夜遊びしてたって証拠はあるの？ないよね。裁判でもそれが出せなくて親権が私のものになったんだし。もうさ、諦めなよ。夏は私のものなの。どう転んでもあなたのものにはならないのよ。いい加減諦めて。わかった。諦めるし、養育費もしっかり払う。その代わりお願いがある。なーに、お願いって。無理なお願いじゃなきゃ聞いてあげてもいいけど。夏のこと、必ず幸せにしてやってくれ。頼む。それだけは約束してくれ。了解。大丈夫。私に任せて。本当に頼んだぞ。俺は辰巳、28歳。これは1年前の出来事。妻の香織の浮気で、俺たちは離婚。そして娘の夏の親権をめぐって裁判を起こした。だが、俺は敗訴してしまった。裁判で男性が親権を取れる確率は 10% ちょっと。それは知っていたが、俺は夏を香織にどうしても渡したくなかった。育児も家事もろくにしていなかったあいつが夏を幸せにできるとは思わなかったから。でも約束を信じるしかない。そして今日は久しぶりの夏との面会日。夏と会える日がいつも楽しみで仕方がない。パパ、今日も楽しかった。俺もだよ夏。もう帰らなきゃだよね。そうだね。でもまた来月会えるからさ。パパ、私パパと暮らしたい。え？いつも一人で寂しい。いつも一人で寂しい？それって。迎えに来たわよ夏。ほらさっさと帰るわよ。あ、おい香織、ちょっと待ってくれ。一人で寂しい、それってどういうことだ。とにかく香織に聞いてみよう。もしもし、俺だ。ちょっと、あんたと違って育児で忙しいんだから電話なんてかけてこないでよ。あ、ごめん。ね、何の用なの。大した用じゃなかったら承知しないからね。今日夏がいつも一人で寂しいって言ってたんだ。はあ？もしかしてまだ夜遊びをしてるんじゃないかと思って。夜遊びじゃないっつーの。夜勤よ夜勤。あんたの養育費が少ないからこちとら働かないといけないわけ。そうか。夏に寂しい思いをさせたくないって言うなら2倍の養育費を払いなさいよ。そしたら仕事を辞められるから夏との時間を増やせるわ。2倍？どうせ無理でしょ。わかった。2倍の養育費をこれから振り込むよ。本当に？ああ、絶対だからね。正直、養育費を2倍にしたら俺の生活は苦しくなる。でもそんなことより夏の幸せが大事だ。今月から節約を頑張ろう。そして1ヶ月後、夏、ママとの時間は増えたか？うん、ママいつも家にいないから。え？その日の夜。おい、話が違うじゃないか。何よいきなり。養育費を2倍にすれば仕事を辞めるって。はあ？仕事をそんなに急に辞められるわけないでしょ。頭おかしいんじゃないの。じゃ切るわよ。はあ、確かに香織の言う通りだ。すぐに辞めたら職場に迷惑がかかるもんな。焦りすぎた。その時はそう思っていたが、香織は仕事を辞める気配がない。ずっと夏は寂しい思いをしているようだ。本当に仕事をしているのか。俺は怪しく思って
ある日、香りの後をつけると。今日も飲むぞーっと。嘘だろ。ホストクラブに入っていった？それから何度もつけたが、香りは毎日のようにホストクラブに通っていた。嘘だったんだ。仕事っていうのは。きっと養育費は、すべてここで使われているんだろう。あいつ、許せない。そして翌日、俺は日本で一番有名だという弁護士さんの元へ向かった。お願いします。こんな状況なんです。娘をあいつから救い出したいんです。親権をどうにかして手に入れたいんです。先生、何か方法はありませんか？私は。お願いです。お金ならいくらでも払えます。腎臓を売ってでもお金を作れますから。ずいぶん若い弁護士の先生。でもかなりの敏腕で裁判でも負けたことがないって話だ。この先生に俺はかけるしかない。あら、腎臓を売るんだって？あらあらあら、娘のために腎臓を売るなんてかっこいいじゃない。うん、私のタイプ。ダメよ、私の。いいや、私の。え、あれ、ここゲイバー？間違えた？あー、何も間違えてないっすよ。間違いであってほしい気持ちはわかるっすけど、これが弁護士、そして私の父親っす。ちょっと小春ちゃん、私は小春ちゃんのママよ、ママ。話すっす。ちなみに隣のはトミコママっていうゲイバーのママで、小春ちゃん、母ののみともっす。よろしくんくん。男性のフェロモン感じるとムラムラしちゃう。すみません、やっぱり俺帰ります。いや、帰らないで、まだ目の保養させて。そうよ、久しぶりにイケメンに会えたんだから。話してください。じゃあ話すから帰らないでよ。わかった、わかりましたから。さてと、ここに来たってことは何かがあるのよね。話を聞かせてちょうだい。美佐子ちゃんはとってもすごい弁護士ちゃんだから、何でも相談しちゃって。その前に、どうしてお二人はこちらに座ってるんですか？細かいことは気にしないで、ほら早く。本当に申し訳ないっす。私の父、小春ちゃん、私の母が。でも腕だけは確かっすから。ああ、本当にこの人が凄腕の弁護士？まだ娘さんがそうだって言う方が納得できるんだけどな。まあ相談は無料らしいので、俺は一応例の件を話した。でもここじゃきっと解決できないだろうな。いいパパね。その女許せないわ。美佐子ちゃん、やっつけちゃって。無理よ。やっぱりか。ちょっと無理ってどういうことよ。辰美ちゃんはこんなに頑張ってるのよ。頑張ってようが何しようが、無理なものは無理。親権はもう取られちゃってるんだしね。その前にうちに来てくれればどうにかなったかもだけど。くっ。ってのは嘘。なかなか大変だけどいけそうね。え？本当ですか？ええ。それには養育を放棄してるという確実な証拠を集めなければいけない。だから結構時間はかかると思うわ。時間がかかる？その間、夏は寂しい思いを。ミサコちゃん、何かすぐに解決できる方法はないの？ないことはないわ。でも弁護士の仕事の範囲外なのよね。成功法でもないし。ミサコちゃん、そこをなんとか。辰美ちゃんの体自由にしていいから。え？大切な娘のためなのよ。それぐらいいいでしょ。くえ、そうですね、夏のためなら。この方法で娘を奪うと
養育費は受け取れなくなるけど、それでも大丈夫？それはどうでもいいです。夏と一緒に暮らせるなら。そうならしょうがないわね。辰巳ちゃんの体なんてどうでもいいけど、善意でやってあげるわよ。善意でジュルルルルルルル。めっちゃよだれ出てるっすけどね。その代わり富子ママも手伝ってよね。もちろん私だって体を好きにさせてもらうんだから、それぐらい協力するわよ。ジュルルルルルル。ご愁傷様っす。こうして夏を救ってもらえることにはなったが、本当に大丈夫なんだろうか。そして俺の体はどうなってしまうのだろう。1ヶ月後。あ、今日は養育費の振り込みの日じゃない。これで今月も秋人くんに見つけるって。あれ、振り込まれてない？はあ、意味がわからないんですけど。あいつ。もしもし、辰巳。どうした？香織から連絡が来るなんて珍しいな。珍しいなじゃないわよ。どういうことなの？何のこと？しらばっくれるんじゃないわよ。あなた今月の養育費振り込んでないでしょ。養育費を勝手に止めるなんて夏がかわいそうでしょ。夏がかわいそう？え、そうよ。あなたが養育費を払わないと、あなたが言ってたように私が働いて、夏は一人ぼっちの時間が多くなって寂しい思いをすることになるのよ。まだお前は働いてるし、結局夏は寂しい時間を過ごしてるだろ。それは前にも言ったけど、仕事をすぐにはやめられないからで。まあそんなことどうでもいいんだけどさ。どうでもよくないわよ。今からでも来いよ。夏の葬式もう終わるぞ。え？夏の葬式？何言ってるの？お前夏を放置して出かけてたろ。その間に夏は熱中症で倒れて天国に行ったんだ。嘘でしょ？嘘だと思うなら来ればいい。 LINE に葬儀場の住所を送っておくから。じゃあな。ちょっと夏いるでしょ。夏、返事しなさい。いない。もしかして本当に。間に合ったか辰巳。本当に夏は。ああ、顔を見てやってくれ。嘘でしょ夏。え、じゃあもう養育費って。夏はもういないんだ。養育費なんて払うわけないだろ。そんな。呆れた。夏がこんなことになったっていうのに、お前の心配は養育費なんだな。当たり前じゃない。夏なんて別にどうでもいいんだから。養育費のために私はあの子を飼ってたのよ。ち、なんで熱中症なんかで。もういいわ。葬儀のお金は払わないからね。あなたが全部払いなさいよ。最初からそのつもりだ。ふん。ああ、これからどうしよう。秋人くんに見つけなくなったら嫌われちゃう。誕生日月だし盛大に祝いたかったのに。ああ、とりあえずつけにしてもらおうかな。数ヶ月後。ああ、そろそろつけたまりすぎててやばいな。働かないと。あ、なんか届いてる？は？何この手紙？ちょっと、この手紙、どういうこと？裁判って何？届いたのか？説明してよ！夏の親権をめぐっての裁判だよ。は？何言ってるの？夏はもう。お母さん。え？生きてる？なんで？なんで夏が生きてるの？あれは全部嘘だったんだよ。夏は死んだふりをしていただけだ。え？うん、私お父さんと一緒に暮らしたいから嘘ついたの。ごめんね、お母さん。はい？
ふざけんじゃないわよ。なら返しなさい夏を。そして養育費も払いなさいよ。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。は？あんた何？私は弁護士の美佐子、辰巳ちゃんの弁護士よ。このボイスレコーダーの音声を聞いてちょうだい。当たり前じゃない。 これはあの葬儀の時の。それだけじゃなく、ジョジョーン、あなたがホスト通いして育児をしていなかったって証拠もたくさんあるの。家での様子を撮った動画もあるしね。家での様子？まさか。ごめんねお母さん。あんた、私を裏切ったのね。裏切る？子供の気持ち、そして辰巳ちゃんの願いを裏切ったあなたが悪いんでしょ。養育費のために親権を奪うなんてありえない。あなたのこと成敗しちゃうから。うるさい。いいからこっちに来なさい夏。あ、おい、トミコバスター、ギャー、次はこんなものじゃ済まないわよ。力ではかなわないわよ。トミコママは元プロレスラーなんだから、ちゃんと法廷で争いましょう。くぅ。数週間後、裁判長ちゃん、判決お願い。こんな感じでプリッと。親権は辰巳さんのものとする。やったどうして？どうしてよ。私は母親なのよ。あなたに母親としての資格はない。夏ちゃんの幸せのためにも辰巳さんといた方がいいだろう。なんでよ。ちゃんと養育費も払いなさいよ。払わなかったらまた裁判を起こしちゃうんだから。裁判長ちゃん、今日もナイス判決。ちなみに五郎くん、君は死刑。やだ、私は美佐子よ裁判長ちゃん。こうして正式に夏は俺が育てられることになり、諦めていた養育費も受け取れることになった。ちなみに香織はというと、養育費、そしてホストクラブのツケを払うため夜のお風呂屋さんで必死で働いてるみたいだ。まともにご飯も食べられず、ストレスで体重が30キロほどになってるとか。まあ自業自得でしかないよな。とにかく夏と一緒にいられるようになって本当によかった。ありがとうございました。まさか養育費までどうにかしてくれるなんて。全部美佐子さんと富子ママのおかげです。本当にいらしてよかったです。逃げるなら言います。いただきます。ギャー。30分後、お父さん来たよって。あれ、お父さんは？夏ちゃん、どうしてここに？お父さんから LINE が来て。あ、お父さんそっちの部屋にいるの？は、入っちゃダメっす。よいしょ。なんでこんな格好を。夏ちゃん、今日から辰巳ちゃんはお父さん兼お母さんだから。どんどん甘えちゃってね。すっごい、お父さんだしお母さんなんだね。お父さん可愛いよ。可愛くないでしょ。いい感じよ辰巳ちゃん。これからずっとそれでいいんじゃない。私たちの仲間入りね。嫌ですよ。こうしてなぜか女装させられた俺、まあこんなもんで済んでよかったけど。でもそうだな、これからはお父さんとしてだけじゃなくお母さんとしての役割も果たせるように頑張ろう。夏に寂しい思いをさせないように。よし、これから頑張るぞ。好きです。よかった。
ったら私と付き合ってくれませんか？え？やっぱりダメですよね。マサルさん、同僚のサキさんのことが好きって噂あったもんね。マサルさんが転職してうちの信用金庫を去る前に思いだけでも伝えたかったんだ。だから振られたとしても悔いは。いいよ。え？だから付き合ってあげてもいいよって。あ、本当ですか？うん、これからよろしくね。よろしくお願いします。やったやった。私は幸恵、25歳。同じ信用金庫に勤めるマサルさんにずっと片思いをしてきた。どうせ振られるに決まってる、そう思って玉砕覚悟で告白したのに、まさか付き合えるなんて。でもマサルさんモテるし、どうせすぐに捨てられちゃうのかな。そんな風にマイナスなことを考えてたんだけど。お姉ちゃん結婚するの？しかもあのずっと片思いしてたマサルさんと？うん、そうなんだ。おめでとう、本当におめでとう、お姉ちゃん。ありがとう、ひな。そう、私はマサルさんにプロポーズされ結婚することに。交際期間はたった3ヶ月だけど、必ず幸せにするって言ってもらえたんだ。大好きな人と結婚できるのが本当に幸せ。そして私は今家族に結婚の報告をしに来ている。ベールガールはひなに頼もうと思ってるから、よろしく。任せてっておかしいでしょ。ベールガールは子供がやるやつだって。じゃあリングガールを。それも子供、私は大人なんだよ。20歳超えてるんだから。ちょっとお父さんからもお姉ちゃんに言ってよ。グス。え、お父さん泣いてる？な、泣いてなんかない。お姉ちゃん、これ結婚式不安だね。うん、大号泣しそう。やっぱり私ベールガールやるよ。ベールでお父さんの涙を拭ってあげる。え、ちょっとそれはやめて。ウェディングドレスがびちょびちょになっちゃう。うちは父子家庭でお父さん一人で私たちを育ててくれたんだよね。お父さんは本当によくしてくれた。お父さんが泣きそうなのを見て私まで泣きそうになっちゃったよ。そして翌日、ひなが私の結婚祝いにご飯をご馳走してくれるということで、私たちはとあるカフェに来ている。お姉ちゃん、今日は好きなだけ食べて飲んでね。ありがとう、ひな。じゃあ遠慮なく。あら、サチエじゃない。あ、さっき。お姉ちゃんの知り合い？うん、私の勤める信用金庫の同期なの。お姉ちゃんがいつもお世話になってます。かわいいわね、めいっこちゃん。小学生くらいかしら。妹です、妹。お酒飲める年齢です。社会人です。大人ぶりたいお年頃なのね、かわいい。だから違うんですって。それより幸恵、聞いたわよ、マサルさんと結婚するんだって。え、なんでそれを？まだひなとお父さんにしか伝えてないし、マサルさんも両親にしか伝えてないって言ってたんだけどな。昨日マサルさんから聞いたのよ。ああ、マサルさんから。実は昨日飲みに行ったのよね、二人で。報告したいことがあるって言われてさ。え、二人で？あ、これ言わない方がよかったか。大丈夫、何もなかったから。そんな心配しないでって。昔マサルさんに告白されたくらいの関係だから。あ、これも余計なことだった？告白？要件は特にないんですか？それなら自分の席に戻ってください。今私とお姉ちゃんは二人の時間を楽しんでるので。うーわー、めいっこちゃん怒ってる顔も可愛い。だからめいっこちゃんに怒られちゃったし行くわね。じゃ、また月曜日。何あの人、私嫌い。お姉ちゃん、私あの人大嫌い。あの人のことは気にしなくていいよ。え、さ、注文しよ。それから楽しんでいるふりはしたけど、頭の中は先に言われたことでいっぱいだった。ひなも何度も心配そうに私の顔を見てて、きっと楽しめなかっただろう。せっかく今日は楽しもうと思ってたのに、先のせいで台無しだ。でもマサルさん、さっきと二人で飲みに行ってたのか。
私にはそんなこと一言も言ってなかったな。その日の夜。いやー、新しい銀行に勤めるのが今から本当に楽しみだよ。信用金庫の方は変わりない？あ、うん。ん？なんだよ、元気ないじゃん。疲れてるの？疲れてはないんだけど、マサルさん、金曜日何してた？金曜日？金曜日は大学の時の友達と飲んでたけど。それ嘘だよね。は？なんだよ、本当だって。今日のお昼にサキとたまたま会ったの。サキと飲んでたんでしょ？ああ、ごめん、大学の同期と飲んだのは木曜日だった。そうそう、サキとか信用金庫の数人で飲んだんだよ。二人きりで飲んだってサキから聞いてるよ。うん、本当は他にも来るはずだったんだけどさ、急遽来れなくなっちゃって二人になったんだ。でもやましいこととかはないから大丈夫だって。な、安心してくれよ。本当にただ普通にお酒飲んだだけだから。信じていいんだよね？もちろんじゃないか。神に誓って何もないって。俺が好きなのは幸恵なんだから、信じてくれよ。うん、本当に信じていいんだよね？でもマサルさん、隠そうとしてた。ただ今まで浮気とかそういう気配は一切なかったんだよね。それに本当にもう一人来る予定だったっていうのを同僚から聞いたし、信じよう、マサルさんのこと。そして迎えた結婚式当日。なんで本当にベールガールをやる羽目に。ごめん、ベールガールの予定の姪っ子が熱出しちゃったからしょうがないけど。扉もう少しで開くみたい。ひな、お父さんよろしくね。うん。お父さん、ベールで涙拭こうか？頼む。やめてひな、お父さん。そうだお父さん、あれはいつ言うの？あれって？言いたいけど言えそうにない。ひなから言ってくれ。もうお父さんったら。お姉ちゃん、あのね、お父さんね。はい。お父さんって本当に親バカだよね。そんな。あ、開いたよ、扉。行こう。うん。結婚式前にとんでもないこと聞かされちゃったな。そして私はバージンロードをゆっくりと進んだ。いろいろあったけど、今日こうして無事に迎えられてよかった。マサルさん、タキシード似合ってるな。ん？マサルさん、どこ見てるんだろう。マサルさん、どうしたの？あ、ごめん、ぼーっとしてた。あまりに幸恵のウェディングドレス姿が綺麗だから。もう、私の方見てなかった気がするんだけどな。まあ、いいか。こうして結婚式は無事終わり、始まった披露宴。それでは、続いてケーキ入刀です。夫婦で初めての共同作業。皆さん、ぜひ前に来てお写真を。おいしそう。ジュルルルルルルル。うまく切れるかな。緊張するね。はい、はいはいはい。え、どうされましたか。私やってみたい、ケーキ入刀。いや、これは新郎新婦がやるものでして。いいじゃないね、新婦の代わりに私にやらせてよ。お願い、私が新郎と一緒にケーキ切る。ケーキ切るのは自信があるの。ちょっと何言ってるの、さき。いいわよね、マサルさんね。そしたらあれ考えてあげてもいいんだけど。ああ、うん、いいんじゃないか。マサルさん、何言ってるの。結婚したらケーキなんていくらでも二人で切れるじゃん。ここはサキに譲ろうよ。ケーキ入刀はサキとやる。そういう問題じゃないでしょ。はいはーい、じゃああなたは邪魔だからどいてね。えい。痛い。なあ、あの約束は守ってくれるよな。うん、もちろんよ。俺、サキのためにここまでしたんだからな。好きでもない女と結婚して、結婚式まで開いて。うんうん、頑張った頑張った。え、ちょ
ちょっと待って、好きでもない女と結婚してって何？あら、聞こえちゃってた？聞こえちゃったならしょうがないわね。教えてあげるわ。マサルさんはね、私のことが今でも好きなの。え？実はね、マサルさんが告白してきた時に、サキ、俺と付き合ってくれないか。ずっとサキのことが好きだったんだ。え？やだ、マサルさんのことはタイプじゃないの。そっか、ごめん、変なこと言って。じゃあ俺来週で退職だから、今までありがとう。ちょっと待って、マサルさん。何？チャンスをあげるわ。チャンス？ええ、私同期の幸恵のことが大嫌いなの。私より可愛くないくせに人望があるじゃない。あいつのことを地獄に落としてくれたら付き合うのを考えてあげてもいいわ。本当か？具体的に何をすればいいんだ？あいつと結婚するの。結婚？正確には籍は入れなくていいわ。でも結婚式はやって、そして結婚式で大恥をかかしてちょうだい。そんなことできるわよ。あの子はマサルさんのことが好きなんだからね。やってくれるでしょ？それとも何？そんなこともできないくらいのしょぼい気持ちだったわけ？やるよ。だから付き合ってくれよ。ええ、そんな。本当にここまでやってくれるなんて、それほど私のことが好きみたい。ショックでしょ？泣いちゃいそうじゃない？ウケる。今の会話全部聞きましたよ。ひな。あら、めいっこちゃん、あなたには聞かれてもいいわよ。まだ小さいから話の内容なんてわからないでしょうし。ふん、勝手にそう思ってればいいです。今お父さんを連れてきますから。お父さん連れてきてどうするつもり？慰謝料を請求する？別にいいわよ。マサルさんはこれからメガバンクに勤めるから、そんなの簡単に払えるしね。ねえ、マサルさん。ああ、もちろんだよ。お父さんを連れてきました。今ひなからこの結婚式は幸恵の嫌がらせのために催したものだと聞いたが、それは本当か？あら、ちゃんと伝えられたのね、めいっこちゃん。そう、その通りよ。お父さん、ごめんなさい。本当だったのか。貴様にお父さんと呼ばれる筋合いはない。幸恵、ひな、こいつの内定取り消すか？うん、お父さん賛成だよ。そうしよう、お父さん。内定取り消し？何言ってるの？私はな、マサル君が勤める銀行で新しく頭取になるんだよ。はい？何をおかしなことを。お父さんが言ってることは本当ですよ。マサルさんが内定をもらってる銀行、今経営が危ういんですよね。そこでお父さん、お姉ちゃんのため、マサルさんの入る銀行が潰れないようにしようと、自分が頭取になることに決めたんです。意味がわからない。なんで経営が危ういからって頭取になるのよ。うちのお父さん、こう見えていくつかの銀行の元頭取なんです。銀行時代の評判が良くて、今も頭取になってほしいって声がよくかかるんですよ。くだらない嘘を。まあ、信じないのも無理ないですよね。私が姪っ子じゃない、大人だってことも信じてくれないくらいですし。信じてもらうには、ああ、そうだ、いいことを思いついた。ああ、もしもし、私だ。マサル君の内定を取り消しにしてくれ。どうせ電話つながってないんでしょ。そんな演技無駄。電話？もしもし。え、ちょっと待ってください。どうしたの、マサルさん。銀行の人事部から電話がかかってきて、内定取り消しになった。はい？え、じゃあ本当にこの人が頭取？だから何回も言ってるじゃないですか。これで信じてもらえますか？お父さんが頭取だってこと、私が大人だってこと。
お父さん、いや、頭取、申し訳ありませんでした。娘さんとは結婚します。だから、内定取り消しだけは。お前にお父さんと呼ばれる筋合いも、頭取と言われる筋合いもない。娘をお前なんかと結婚させるか。そうそう、お姉ちゃんはあなたなんかに渡しませんよ。幸、お父さんに何とか言ってくれ。俺のこと好きだろ。もうあなたのことなんてちっとも好きじゃないですから。そんな。ああ、つまんない。まあいいや、私は何も損しないし。こんなことやってあなたが何も損しないわけないでしょ。刑期入党に乱入した非常識なところを見られてるのよ。それだけじゃなく、実は私マイクを持ってたんですよね。あなたたちが言った言葉は全て会場の人たちに届いてますよ。違うの、これはただの余興で。そんなのが通用するわけないでしょ。月曜日が楽しみね。その後、マサルさんは内定取り消しになり、サキは職場の人たちに今回のことが知られ、信用金庫に居場所がなくなり、自ら退職することに。さらに、業界に顔の広いお父さんが、二人のことをいろんな人に伝えたため、再就職ができずかなり苦しんでいるそう。余裕で払えると言っていた私への慰謝料も、借金をしながら払ってるくらいだ。本当にいい君だよね。お父さん、ヒナ、ありがとうね。そしてごめん、せっかく結婚式に来てもらったりいろいろ準備してもらったのにあんなことになっちゃって。お姉ちゃん大丈夫だよ。特にお父さんは喜んでるから。え、喜んでる？うん、本当はお姉ちゃんに結婚してほしくなかったんだもん。そんなことない。お姉ちゃんが結婚するってお父さんに報告してから毎晩寂しいって泣きながらお酒を飲んでたんだよ。いや、それは嘘だ、嘘。はい、これ証拠の動画。うわー、寂しいよ、嫁に行かないでくれ、幸。本当だ。これは酔っ払ってたからだ。お父さんが飲んでるお酒って言ってもノンアルコールビールだけどね。そんなに愛してもらえてて嬉しいよ、お父さん。今回のことは本当にショックだったけど、改めて家族の大切さを感じられたな。二人に安心してもらえるよう、今度はちゃんと私を幸せにしてくれる人を好きになれるといいな。集合！なんだ、なんだ？姉さんが集合をかけるなんて珍しい。また気味の悪いぬいぐるみを買いに行かされるとかですかね。せーい！ほやー！エイジさん、痛そう。あのぬいぐるみは可愛いでしょ？ねえ、メイ。うん、とっても可愛い。まあしょうがないよ、エイジはセンスないから。それで姉さん、一体どうしたんですか？それはね、君たちに噂探偵団になってもらおうと思って。噂探偵団？なんかまた面倒なことになりそうな気が。せーい！ほぎゃー！ヘイジ、懲りないね。姉さん、噂探偵団とは？実はね、最近うちで事件が多発してるんだよ。事件？うん、マサちゃんがよくヘッドフォンでクラシックを聞いてるのはみんなも知ってるでしょ。そのヘッドフォンがね、なくなったの。ないない、どうしてないんだ。マサちゃん、どうしたの？ないんだよ、俺のヘッドフォンが。おかしいな、ここに置いといたはずなんだが。珍しいね、お父さんが物をなくすなんて。確かに、私はしょっちゅうなくしてるけど、マサちゃんはしっかりしてるからなくさないよね。私たちも一緒に探すよ。うん。おう、悪いな。数十分後。なーい！でもこんだけ探してないってありえる？お父さん、外にヘッドフォンを持ってったりしてない？自分でもその可能性を考えたんだが、
外には持って行ってないんだよな。外で聞くことなんてねえし。そっか、どこ行っちゃったんだろうね。よくクラシックを聞くし、新しいのを買えば？もし後で出てきてもさ、壊れた時の予備として持っとけばいいじゃん。ああ。どうしたの、マサちゃん。実は、あれが二つ目なんだよな。二つ目？ああ、実は最近もなくなってな。新しいのを買ったんだよ。それなのにまたなくすなんて。もしかして、俺は病気か？若年性アルツハイマーだったりして、病院に行った方がいいのかもな。マサちゃん。ってことがあったわけ。マサちゃん、とっても落ち込んじゃってさ、かわいそうで見てられないんだよね。だから、君たち噂探偵団にヘッドフォンを見つけてほしいわけ。なるほどですね。でも姉さんの言っていたように、親父が物をなくすなんて珍しい。あ、もしかして平次、フリマアプリで売ったりしてねえか。平次くん？そんなことしてませんよ。親父のヘッドフォンをフリマアプリに出品してなんか、さすがの平次でもそこまでできないですって。犬塚の赤粉はまたたくさん出品されてたけどね。あはは、お嬢、それはいつものことじゃないですか。平次てめえ、埋める。やば、逃げろ。待ちやがれ、こら。いやー、姉さん、もちろん協力させていただきます。オイラもありがとう、リュウくん、カンタくん。ギャー、待て。おい、犬塚、平次、いつまでもふざけてないでヘッドフォンを探しに行くぞ。あ、はい。へっへー、犬塚さん、怒られてやんの。てめえのせいだろ。うらっ、いたー。私は葵、どこにでもいる専業主婦。そんな私の旦那さん、マサちゃんがとっても大切にしていたヘッドフォンがなくなっちゃったんだ。早く見つけてあげたい。よーし、私も探すぞ。うん、でも一体どこにあるんだろうな。姉さんも親父も探したんだし、この家にはないのかな。親父の行きそうな場所を探してみるか。おいら、スイパラ探してみる。親父お菓子大好きだから。ちょっと待て、お前ら。どうかしましたか、頭。もっと本気で探せ。頭、なんでそんな怖い顔をしてるんだ。ヘッドフォンを探すだけだよな。お前ら、もしだぞ、万が一盗まれてたんだとしたらどうなると思う。盗まれてたら。ああ、盗まれていて姉さんが先に犯人を見つけてしまったら。姉さん、とっても怒るぞ。ああ、そうだ、ただ怒るだけならまだいい。姉さんがそれだけで済むと思うか。この家の電気やガス、水道の水を盗まれた時を思い出してみろ。家や店を爆破してましたね。そうだ、今回は姉さんが愛している親父のヘッドフォンがなくなった。もし盗まれていたら、今までなんて比べ物にならないほど怒るはずだ。そいつの身が危ない。おいらでもわかる。めちゃくちゃやばいってこと。盗まれてる可能性は高いだろう。親父が物をなくすなんてありえないからな。てめえら、絶対に姉さんより先に犯人を見つけるぞ。おーい、おーい。あ、平次の声。そういや、平次がいなかったな。あいつまだふざけてやがんのか。おいら、ちょっと見てくる。ああ、頭、犬塚さん、平次さん一人で遊んでる。あいつ。おい平次って、ん、おい、平次、ふざけてるんじゃねえ。こんな時にモグラごっこか。違いますよ、ふざけてるわけじゃないですから。犬塚さんのげんこつで床にはまっちゃったんですって。もう、どんだけバカ力なんですか、犬塚さん。いや、俺はそんなに強くげんこつしてねえだろ。
そもそも原骨で床が抜けるなんてありえねえ。いや、待てよ。もしかして、やっぱりそうだ。どうしたんですか、頭。この床、細工されてる。ここから出入りできるようになってんだよ。だから原骨くらいで床が抜けたんだろう。おい、平次、そのまま下に降りてみろ。はい。って、頭！地下道がありますよ！もしかしたら、犯人はこの地下道を使って、親父のヘッドフォンを盗んだのかもな。可能性はありますね。てめえら、この先に行ってみるぞ。はい！行き止まり。頭、はしごがありますよ！上がってみましょう！よし。ん？こいつは確か、隣の。へん、へん、へん。すっごい、さすが高級ヘッドフォン、聞きやすい。全然音が違うじゃない。頭、あのヘッドフォン、親父が使ってたやつですよ。犯人はこいつだったんですね。ひどい！こいつ、泥棒だ！おい、おい！何をあんたら。てめえ、それ、親父のヘッドフォンだよな。何言ってるの？この通路から親父の家に侵入して、ヘッドフォンを盗んだんだろ？違うわよ。何？通路って。そんなの私知らないわ。言いがかりはよして。しらばっくれても無駄だ。この下に確かに通路があるじゃねえか。それあなたたちが作ったんじゃないの？だって、あなたたち、噂組でしょ？その穴を使って私の家に侵入して、私を襲おうとするとか、ヤクザがやるようなことじゃない。ああ、怖い！誰がてめえなんかを。とにかくさ、出て行ってくれない？出て行ってくれないなら、警察呼んじゃってもいいんだけど。てめえ、呼ばれて困るのはお前だろうが。え？私は全然困らないけど、困るのはあなたたちでしょ？ヤクザが私を襲いに来たって。私おまわりさんに行っちゃうから。そんなデタラメ！ヤクザが一人暮らしの女性の家に不法侵入してる。その状況だけで、私のことを信じると思わない？でもオイラたち、そんなことしようとしてないぞ！悪いのはお前だろ！やめろ、カンタ。こいつの言う通りだ。てめえら、帰るぞ。おお。頭、親父のヘッドフォン取り返さないと。おいら、やっぱり無理やり取ってくる。そんなことしたら本当に捕まるぞ。ただでさえ、俺たちはヤクザなんだ。でも、100% あいつが犯人ですよね。くえ、このままなのは悔しいっすよ。もちろんこのままじゃ終わらせねえ。何か策を考えるつもりだ。とりあえずこの通路は封鎖するぞ。カンタ、道具を準備してこい。オイラ、わかった。あ、姉さんにはこのこと絶対に言うんじゃねえぞ。数十分後、あいつ遅えな。まさか姉さんに言ってたり。いやいや、さすがにカンタは言いませんよ。頭がちゃんと念を押してましたし。遅くなってごめん。あと、借りられなかった。借りられなかった？うん、オイラ、ここを塞ぐ道具がある場所がわからなかったから姉さんに聞いた。道具はあるけど貸さない、塞いじゃダメって。なんで姉さんに聞いてるんだよ。てめえ、ありえねえ。あれだけ姉さんに言うなって言われてたろ。オイラ、言ってないぞ。事情を話して聞いただけ。それが言ったってことなんだよ。オイラ、難しくてわかんないよ。やべえ、このままじゃあの女、きっと消される。そんなことしないよ。うわちょっとちょっと、お化けを見たようなリアクションやめてよね。うん、今のはひどいと思う。お願いです、姉さん、早まらないでください。俺たちがどうにかしますから。あの女を消すようなことは。もう、そんな物騒なことしないって。
家を爆破したりもダメですよ。もういい歳だからそんなことしないよ。あれは若気の至りだって。一ヶ月前にしてた。ん？何？平次くん。なんでもないです。とりあえず、穏便な方法で解決するからさ。ま、見ててよ。不安だ。何？なんでもないです。三人は心配しすぎだよね。オイラもそう思うぞ。本当に穏便に済ませてくれるといいんだが。ああ、ところで姉さん、この通路だけは塞いでおいた方がいいと思うんですけど、また盗みに来るかもしれないですし。いや、このままでいいよ。盗みに来てもらわなきゃ困るから。え？その日の夜。ヤクザってアホね。この通路をすぐに埋めないなんて。でも私ってほんと天才。こんな風にヤクザの家と自分の家をつなげちゃうなんて。ヤクザは警察に通報できないから何でも取り放題。暴対法が厳しくなってるから下手な真似できないしね。今日は何をもらってこうかな。あ、また新しいヘッドフォンがある。最新のやつじゃない。やっぱりお金あるわね。これもらっちゃおっと。聞き比べるのが楽しみ。姉さん、新しく買ったヘッドフォン持ってかれちゃいましたよ。これでいいの。よし、準備してっと。うわー、最高の音質。今まで盗んだ中でこれが一番いいわ。ん？あれ？急に音が消えた？私は青い、ただの主婦。うるさい。耳が壊れる。早くヘッドフォンを外さないと。って、は？ヘッドフォンが外れない。天下無敵の女だよ。やめて。うわ。ねえ、穏便に済ませてるでしょ。うわ、最大音量。これとんでもない音が向こうに流れてますよね。確かに今までに比べたら穏便ですけど。鼓膜の1枚や2枚破れてもいいでしょう。私の大切なマサちゃんを傷つけたんだから。葵姉さん、様子見てきたら気を失ってピクピクしてました。そっか、でも本番はこっからだよ。イエーイ、葵のリサイタル盛り上がっていくぞ。うわお母さん、歌上手。オイラ、もっと聞きたい。数時間後。さすがに歌い疲れちゃった。あんた許さないんだから。あれれれれれ、ヘッドフォンが外れてる。接着剤もっとちゃんとつければよかった。警察、すぐに警察を呼んでやるんだから。あのさ、お隣さん、あなたが悪いんでしょ。私の家のものを盗んだりするから。はあ、ヤクザに何しようが別にいいでしょ。ヤクザに人権なんかないんだから。なんか切れる音しませんでした。やべ。姉さん、落ち着いてください。大丈夫だよ、私は落ち着いてるから。さてと。その手に持ってるのは？ん？爆弾。あ、姉さんストップ。えい。うわ、私の家が。結局こうなるんだな。その後お隣さんが泣いて私に謝ってきたからやめてあげた。その時にはお隣さんの家は焼け野原になってたけど、まあしょうがないよね、自業自得だし。そしてお隣さんに今まで盗んだものを全部返してもらった。マサちゃんもヘッドフォンが戻ってきて嬉しそうだったし、めでたしめでたしだよね。ふう、これで一件落着。そうだ、お疲れ会も兼ねてみんなでカラオケ大会しようよ。いいね。オイラも歌う。じゃあ最初は私から。
私は青い、ただの主婦。あれれれれ、おかしいな。マイクの音が出ない？いやあ！今のは、親父の声。ね、姉さん、もしかして、ヘッドフォンに流れる設定にしたままなんじゃ。あ、ごめん、マサちゃん！次は、オイラ！歩こう！歩こう！オイラは、元気！アホ！ねえ！マサちゃん！メス。は？だからメスを取ってくれ。できたら熟したメスがいい。うぐもりさん、ぶっ飛ばしますよ。なぎさ、君が嫌だと言ってるわけじゃないんだ。30年もすればなぎさも熟したナイスなメスになると思う。俺はその時を今か今かと心待ちにして。ふりゃーよー。本当にこの人はどうしようもない。俺は鵜久森裕次郎、世界で一番熟女が好きだと自負している。そろそろギネスブックに載ってもいいんじゃないかな。その時のギネス認定はぜひ熟女を派遣してほしい。そんな俺は熟女好きという本業の傍ら、こうして病院に勤めている。トメさん、お体の具合はどうですか？あ、いや、私の体よりうぐもり先生の体の方が心配なんだが。ああ、こんなの大丈夫です。そばつけとけば治りますから。それを言うならツバだし、ツバをつけて治るレベルの怪我じゃないって。なんだ、そっか、ツバだったのか。道理でそば巻いても良くならないはずだ。ずるずるずる。うん、うまい。はい？それギプスじゃなくてそばだったのかい？そうですけど、よかったらチルチルします？いらないよ。でもそっか、大量の唾液が必要ってことか。うぐもりさん、またふざけてるでしょ。ぶっ飛ばしますよ。トメさん、言ってやってくれ。俺は常に本気だと。なぎさちゃん、この人本気なんだよ。残念な人なんだよ。あれ、なんか心にぐさっときた。もしかしてこれって恋か？くだらないこと言ってないで。って何してるんですか？梅干し？なんで私の前に梅干しを？とある事情があって、どうしても唾が必要なんだ。酸っぱいもの見せたら唾出てくるだろう。お裾分けしてくれ。どりゃー、アビョーン。はあ、ふう、体調がいいようで何よりです。後でお薬出しておきます。ありがとう、うぐもり先生。でも私なんかよりあんたの体が心配だから。後でまた渚に唾もらいに行くから大丈夫です。あんた死ぬつもりかい？まさか、妻も子供もいるのにまだ死ねませんよ。こんなんなのに二児の父親ってのがまたね。ちょっと、うぐもりさん。何ですか、院長。何ですかじゃないでしょう。あんたはここに近寄らないでって言ったじゃないですか。この人は私が見るからいいんです。見るって言ってもいつもただ見るだけじゃないですか。トメさんの治療には薬は絶対に必要です。薬はガストなんです。うぐもり先生、マストだと思うよ。ち、私がいらないって言ったらいらないんですよ。いいから余計なことしないでください。そういえばあなた、植物人間状態の患者さん、桑原さんの面倒まで見てるそうですよね。放っておけって言ってるのに。いいんですよ、どうせ起きないから放置で。床ずれでも何でもさせておけばいいんです。人が少ないんだから要領よく働いてくださいよ。いや、起きるかもしれないし、うちに入院してる大切な患者さんの一人ですから。ああ、もう本当に生意気だな。人手が足りてればこんなやつさっさとクビにするのに。とりあえず鵜久森さん、余計なことはしないでくださいよ。
薬も出さないでください。むう、うぐもり先生、あの院長先生の言う通りにしといた方がいいんじゃ。確かにうぐもり先生に薬を出してもらうようになってから体調は良くなったけど、このままじゃうぐもり先生が本当にクビになっちゃうよ。うぐもり先生あれだから、ほら、ここをクビになったら。そうですね、私はあれだから優秀すぎるから、この病院を去るとなったら突っ張りだこに会ってしまうと思います。だけど大丈夫、私子供の頃わんぱく相撲の敗者復活戦まで残ったことがあるんです。タコごときに負けませんよ。ふっ、引っ張りだこだし敗者復活戦に残ったって自慢にならないし、そもそも優秀って言いたかったわけじゃないんだけど。ああ、うぐもりさん、まだここにいたんですか？他の患者さんのところも回ってください。ほら、行きますよ。あー、いた、だだだ、耳を引っ張らないで、ドラえもんになっちゃう。俺はなぜか院長先生に嫌われているんだよな。いや、理由は分かってるんだ。きっと院長先生も熟女好き、つまり俺と同類なんだ。トメさんと仲良く話してることに嫉妬してるんだろう。今度熟女パブおばちゃん本舗に連れて行ってあげよう。そうすればきっと和解できるはずだ。その数日後、トメさん、いっそのこと熟女になりたいと思ってきたんですけど、そのことについて意見をくれませんか？くだらないこと言ってないで、ちゃんと働かないとまた渚ちゃんにぶっ飛ばされるよ。うむ、さすがに1日5回はきついな。もう4回ぶっ飛ばされてるんだね。うぐもりさーん、ほら噂をすれば。5回目か。大変、大変です。俺は変態だが大変ではないぞ。本当にあんたは何を言ってるんだい。ふざけてる場合じゃないんですよ。うぐもりさんのお父さんが来てるんです。お父さんが？今行く。お父さんが来るなんて。お父さんに会ったのは確か3年前にうちの病院で手術を受けて以来。それ以来お父さんに会いに義実家に行こうとしても、俺も妻も来るなと言われてしまってたんだよな。そんなお父さんが何の用だろう。もしかして熟女パブに行きたくなったとか。その可能性は高いな。昔から興味ありげな顔をしていたし、しょうがない、ここは付き合ってあげるか。お父さん、お待たせしました。実はいい熟女パブがあって。で、お父さん、どうして車椅子に？3年前までは歩けていたのに。どうしてだと？しらじらしい。お前の手術ミスで3年前から車椅子なんだよ。え？母さんにはずっと文句を言うな。仕方のないことだから。そう言われてたんだ。だけどな、俺は納得できなかった。母さんが検査入院してるタイミングでこうして文句を言いに来たんだ。謝罪して土下座しろ。慰謝料を払え。裕次郎くんがいるから俺は信用してこの病院で手術を受けたのに、裏切りやがって。お父さん。あ、なんだよ。言い訳か。他の病院に行った時に完全に手術ミスだって言われたんだぞ。いえ、言い訳ではなく、私は医者ではありません。看護師なんです。あ、看護師？私もそう説明したんですけど、全然信じてもらえなくて。そんな嘘ついても無駄だ。お前はうぐもり先生って呼ばれてるじゃないか。ああ、あれは、うぐもりさんが勝手にお医者さんの服を着て、院内をうろちょろしてるから、患者さんたちが先生だと勘違いして呼んでるんですよ。は、そんなわけ。渚、勝手に医者の服を着てるとは失礼だぞ。俺はナース服を着ようとしたが、みんなにダメだと言われたから医者の服を着てるんだ。ダメって言ったのはスカートタイプのナース服を着ようとしてたからですよ。昔の服着ようとしてたからです。今はこの病院、女性も男性もズボンの看護師の服ですから。む、いや、そんなおかしなことをするわけないだろ。お父さん、私を誰だと思ってるんですか？ドヤ。全然ドヤ顔するところじゃないですからね。
ああ確かに裕次郎くんならありえる。なら誰が。それに手術が終わった後、確か院長先生に裕次郎くんが手術を担当したと言われたんだが、当時お父さんの手術をしたのは確か院長先生だったと思います。院長先生に話を聞きに行きましょう。は？手術ミス？はい。それに裕次郎くんが私の手術をしたと言ってましたよね。なんであんな嘘をついたんですか？もしかして裕次郎くんに手術のミスを押し付けるために。いや、手術ミスなんてしてませんよ。私、人生で一度もミスをしたことなんてないですから。そもそも3年前のことなんて覚えてませんし。なんだと？証拠はあるんですか？証拠は3年前他の医者に診断してもらったんだ。その医者がヤブ医者なんじゃないですか？はい、じゃあ帰った帰った。結局ごまかされてしまった。裕次郎くんのミスだと思っていたから、母さんに我慢するように言われたこともあり、まだ我慢できたが、あの院長の仕業だと思ったら我慢できん。でもこのまま泣き寝入りするわけにはいかん。大丈夫ですお父さん、このままたぬき寝入りなんてすることにはさせませんから。裕次郎さん、泣き寝入りですからね。もしかして院長先生の手術ミスを暴くアイデアが何かあるんですか？もちろんだ。私を誰だと思ってるんだ。熟女のヒーロー鵜久森裕次郎だぞ。裕次郎くん、さすがだ。裕次郎くんはやるときはやる男だからな。で、アイディアっていうのは？クックックーバーハッハッハー。もったいぶらないで言ってくれ。ヌハハハハハコワー。へえ、え、ね、寝た。たぬき寝入りですよ、これきっと。アイディアなんて思い浮かんでなかったんです。この男は。その日の夜。ああ、ムカつく。3年も前のこと蒸し返しに来るなっつの。確かあれは鵜久森のやつにムカついて、わざとあいつの義理の父親が歩けないよう手術してやったんだよな。患者なんてただの金づるなのに、いつもいつもあいつは俺の言うことを無視して余計なことをするからやってやったんだ。自業自得だろ。遠目さんのことだってそうだ。薬なんて与えず、このまま入院させておいた方が金になるのによ。いっそのこと再手術するとか言って、さらにひどい状態にしてやるかな。院長先生、院長先生。ち、行くか。その翌日、院長先生。あ、なんだよ。昨日の話の続きだったら聞きませんよ。来ていただきたいところがあるんです。は？とにかく来てください、大事な話があるので。大事な話？めんどくさいですね。なんだよ、なんで桑原さんの病室なんかに連れてきたんです？まあいい、話があるならさっさと話してください。失礼する。失礼します。なんであなたたちまで。渚、ボイスレコーダーを。はい。ボイスレコーダー？ああ、ムカつく。3年も前のこと蒸し返しに来るなっつの。確かあれは鵜久森のやつにムカついて、わざとあいつの義理の父親が歩けないよう手術してやったんだよな。は、はあ？なんだこれ。院長先生のお声ですよね。違う、私はこんなこと言ってません。どうして？え、こいつ桑原さんの病室にボイスレコーダーを仕掛けてたのか？でも俺が愚痴を言いに誰も来ない桑原さんの病室に来ることなんて誰も知らないはず。それなのにどうして？どうしてこんな録音があるんでしょうね。知らん。私が撮ったんですよ、院長先生。え、桑原さん？え、どうして？実は桑原さん、泣き寝入りをしてたんです。鵜久森さん、それを言うならタヌキ寝入りです。タヌキ寝入り？ずっと起きてたってことか？いや、
目覚めたのは1週間前です。院長先生が私の病室に来て愚痴を言ってる時に目覚めたんです。患者さんの悪口や医者としてあるまじきことをたくさん言ってたんで、それが許せなくて目覚めてないふりをしてボイスレコーダーで録音してたんですよね。それを私が桑原さんから今日受け取ったというわけです。本当にありがとうございます。鵜久森さんは寝たふりをしていた私にも優しくしてくださってました。きっと意識がない時も優しくしてくださってたんだろう。そう思っていたのでお役に立ちたかったんです。もう言い逃れはできませんよ院長先生。故意に手術ミスをしてお父さんをこんな体にしたんですよね。くっそー。ああ逃げるんじゃない。大丈夫です、任せてください。とりゃー、いやー、すごい。いつも鵜久森さんを投げてるんで体が反射的に動くんです。はっはっは、俺が役に立ったのか。喜ぶところじゃないぞ裕次郎くん。その後院長先生は警察によって逮捕され刑務所行きに。院長先生はお父さんや今までの被害者に損害賠償を払うことになり一文なしとなった。もちろん病院からも追い出されることに。刑務所から出てきても院長先生には何もない。まあ自業自得でしかないよな。ちなみにお父さんは損害賠償を使って他の病院で手術を受けまた歩けるようになった。これでめでたしめでたしだ。今日も平和ですねトメさん。平和ですねじゃないよ鵜久森先生。サボってたらまた渚ちゃんにぶっ飛ばされるよ。はっはっはあ。なんだいその不敵な笑みは。そう無敵な笑みを私は浮かべてるんです。だって私今無敵ですから。仕事をサボって渚にぶっ飛ばされ怪我をして入院中なんですよ。つまり合法的に仕事をしなくていい。私は無敵の人なんです。不敵だからね不敵。というかついにそこまでやられたのかい。自己を解くとはまさにこういうことですよね。自業自得だよ鵜久森さん。サボらせるわけないでしょ。え、俺足を骨折してるんだぞ。大丈夫、鵜久森さんならツバつけておけば治りますから働いてください。嘘だろ。足は8本あるから2本くらい折れても大丈夫ですよ。なるほど、あと6本あるなら確かに大丈夫だな。ほら行きますよ。ん？あれおかしい、俺の足2本しかないような。ギャー、やっぱり2本しかないぞ渚。8本あるのはタコだタコ。俺は無脊椎おじさんじゃない。叫ぶ元気があるなら大丈夫です。ぬぎゃー、うん、まさに自業自得だね。頑張って鵜久森先生。ギャー、誰か助けて。ちょっとあんた、これどういうことよ。え、マミさんどうかしたの。どうかしたのじゃなくてこれよこれ。給与明細。そうよ、見ればわかるでしょ。あんたこれ一体どうなってんのよ。私あんたが金持ちだから結婚したのよ。ぶっさいくなあんたと我慢して25年間も一緒にいたの。それなのにまさか月収5万円になってたなんてありえないでしょ。ああ、いや、これは違うんだよ。理由があるんだ。理由？そんなの聞きたくないわ。信じられない。毎日毎日醜いあんたと我慢して一緒にいたっていうのに何よ5万円って。容姿が醜くて解消なしなんて本当に最悪じゃない。はあ、なんでこんなの選んじゃったのかしら。大失敗、本当に失敗よ。頼むから落ち着いて話を聞いてくれないか。なあお願いだよマミさん。落ち着けるわけないわよ。それにあんたの話なんか聞く価値ないでしょ。5万円ポッチしか稼げないんだから。
もういい、出ていくから。ちょっと待ってくれよ、マミさん。なんでこうなるんだ。僕は太郎、45歳。妻のマミさんの言う通り、太っててブサイクな僕。こんな僕と、モデルみたいに美人なマミさんが結婚してくれたことに本当に感謝していて、結婚してから25年間、ずっとマミさんを幸せにしようと頑張ってきた。それなのに、こんなことになっちゃうなんて。マミさんには LINE したけど未読スルー、電話も繋がらない。マミさんどこに行っちゃったんだよ。数日後、マミさんまだ帰ってこないし連絡もつかない。話がしたいのに。話なら俺が聞いてやろうじゃないか。え、あなたは。知る人ぞ知る熟女マスター裕次郎だ。熟女のことに関して俺の右に出る者はいない。君も熟女好きならいい熟女を紹介してやるぞ。いや、すみません、私年下好きなんで。妻も年下ですし、熟女は遠慮しておきます。そうか、ボディコンなんだな。もしかしてロリコンって言いたいんですか。ふむ、熟女の良さがわからないとはかわいそうなやつだ。別にかわいそうだとは。とりあえず熟女パブで話を聞いてやるから行こう。行きつけの店、おばちゃん本舗に。いやそれは結構です。僕さっきから言ってますけど、別に熟女好きじゃないんで。この非国民が。熟女好きじゃないだけで。でも話は聞いてもらってもいいですか。僕相談する友達とかいなくて。まあ熟女パブでならいいぞ。わかりましたよ、行きます。だから話聞いてくださいね。よし。熟女パブに行きたいとは思わないけど、このまま一人でいたらおかしくなっちゃいそうで。僕はその人、裕次郎さんと一緒に熟女パブに行くことにした。それで話っていうのは。早く話すといい。おばちゃんが席に着いたら俺はおばちゃんに夢中になって太郎の話なんか聞けないぞ。そんな短い時間しか聞いてくれないんですか。そろそろ来るかな。話します、話しますから。ってことがあって、妻が家から出て行ってしまったんです。じー、あの子は新人か。またはナイス熟女だな。ちょっと裕次郎さん、僕の話聞いてました。ああ聞いてたぞ。僕の話聞いてましたって話だろ。やっぱり全然聞いてないじゃないですか。っていうのは冗談だ。別にいいじゃないか、奥さんに逃げられても。よくないですよ、僕は妻がいないとダメなんです。それはなぜだ。僕を認めてくれる人なんて妻しかいませんから。友達もいないですし。自分を認めてくれるのが奥さんだけだから一緒にいるというわけだな。そうです。それは奥さんじゃないとダメなのか。え、他の誰かが代わりになるんじゃないのか。奥さんより君にとっていい人はいそうだけどな。そんなことはないです。僕なんかを認めてくれる人他にはいませんから。今までの人生もずっとそうでした。僕には妻しかいないんです。そうだ、学生時代も社会人になってからも僕を認めてくれる人はいなかった。そんな人生に絶望していた時に出会ったのがマミだったんだ。ハンバーグ定食をお願いします。はい。すみません、その時計見せてもらってもいいですか。え、やっぱり一目惚れしました。連絡先交換してもらえませんか。僕でよければ。それお金目当てだろう。そんなはっきり。それでもいいんです、たとえお金目当てでも。僕を認めてくれる人なんて誰もいなかったんですから。悲しい人生だな。
またそんなはっきり。でもそうですよ、僕は悲しい人生を歩んできたんです。何も面白みのない人生を。その人生にスパイスを加えてくれたのが妻なんですよ。僕は妻がいなかったら何の価値もない人間だ。なら俺が君の人生にスパイスを加えてやろう。裕次郎さんが？そんなことできるわけないですよ。というかそもそも裕次郎さんだってお金目当てで近づいてきたんじゃ。さすがの俺も月収5万円の男にたかろうとしない。だからそれは熟女パブ代くらいはおごってもらおうとしてたけどな。たかろうとしてるじゃないですか。しょうがないだろう、熟女パブに行き過ぎて妻にお小遣いなしにされたんだから。逆切れ。それ自分が悪いですし。それに俺の今の月収は3万円だ。どや？どやるところじゃないんですけど。まあ一緒に新しい扉を開こうじゃないか。熟女という名の扉を。というか熟女がなかなか来ないな。今日は混んでるからしょうがないか。それまで好きな熟女の話でもしてよう。ちょっと、もう少し話を聞いてくださいよ。好きな熟女なんていないですし。うん、こっちに近づいてくる熟女、随分骨太。骨太も嫌いじゃないがな。俺的にはありよりのありだ。お、おまたセンセーショナル。ねえ、なんで富子ママがいるんだ。人が足りないからって臨時で呼ばれたのよ。裕次郎ちゃん嬉しいでしょ。私のこと大好きだし。嬉しいことあるか。俺は熟女に会いに来たんだぞ。おゲイに会いに来たわけじゃない。もう細かいことは気にしないでいいっての。あら、あなたなかなかいいフェロモン出してるじゃない。え、気に入ったからお酌してあげちゃう。ちょっと邪魔よ、裕次郎ちゃん。ぬにょー。はあ、月収5万円？ありえないでしょ。金持ちだと思ってたのにさ。貧乏人だと知ってたらあんなのと結婚なんかしなかったのに。そりゃそうだよな。でもあいつもアホだよな。体も触らせないやつを嫁にするなんて。本当にそうよね。私たちがこうやってずっと付き合ってるって気づいてないのもアホすぎだし。都合は良かったけどね。金ないならいらないや。もう別れよっと。ちょっと一旦帰って別れてくるわ。おう、気をつけて。あ、そうだ、ケンもおいでよ。え？私が出て行こうと思ったけど、あの家は私のものにしようと思ってさ。あそこにこれから一緒に住もう。おお、それいいじゃんか。ああ、いたいた。マミさん、帰ってきてくれたの？って、その隣の人は？この人は、私の彼氏。え？彼氏？うっす。というか、そんなのどうでもいいでしょ？私ね、あんたにこれ渡しに来たの。離婚届。そう、月収5万円の夫とは離婚する。貧乏夫は出て行け。この家は私がもらうから。あら、さっさと出てけっての。出て行かないなら力ずくで追い出すぞ。わかったよ、出て行けばいいんだろ。うん、出てってちょうだい。本当に情けない男。嫁に体を触らせてもらえず、ずっと浮気されてて、ATM 扱いされて、最後には家を取られて、捨てられるんだもんな。でも、いい思いはさせてあげたわよね。あんたみたいなブサイク、私が結婚しなきゃ、一生誰とも結婚できなかったろうし。そういえば、口癖のように言ってたわよね。私だけが認めてくれたとか。でも残念、あんたのことを認めたことなんてないわよ。財布としての価値を認めてただけ。月収5万円になったあんたはもう無価値。さっさと消え失せて。
無価値なんかじゃない。は？僕のこと認めてくれる人が現れたんだ。何それ、妄想上の人物？勝手に言ってればいいさ。僕はその人と出会ってこれから人生が変わりそうなんだ。僕にも君は必要ないって分かった。君の言っていたように君は僕のことをずっと ATM としてしか見ていなかったもんね。はぁ、何調子乗ってんの。なんかこのブサイクムカつくな。ねえケンム、最後に一発こいつのことぶん殴ってよ。そりゃいいな。やればいいさ、それで君たちの気が済むなら。いいって言ってるし、思いっきりやっちゃって。ボッコボコにしてこいつの顔面整形してやってよ。少しはマシにしてあげて。おう、任せろ。やるならやればいいさ、僕にはもう怖いものはない。僕にはあの人がいるから。行くぜ。なにこの手は。え、なんだお前、手を離せ。ちょっと離しなさいよ。力が強い。え、お前男？どっからどう見ても乙女でしょ。あのね、女の子かどうかは体じゃなく心で決まるの。とりあえずあなたたちにはお仕置きが必要みたいね。うるぅ、トミコバスター、ギャー。え、ケウ？ふぅ、お次はっと。ちょっと待って、嘘よね。私にはしないわよね。え、だって私女よ。女に手を出したりはしないわよね。あら、私も女よ。男が女に手を出すのはダメだけど、女同士ならありでしょ。ありじゃないって。そもそもあなたは音。どりゃ、トミコバスター。うぎゃー。ふん、なんて言おうとしてたのかしら。すごい、トミコ様、見事です。本当にすごいや、トミコ様は。そんなに褒めるとぶっちゅうしちゃうわよ。ぜひお願いします、トミコ様。って言ってるぞ、トミコママ。ああ、私ダメなのよね。追われるより追いたいタイプなの。トミコ様、万歳！僕を認めてくれたのはトミコ様。あの日、トミコ様が僕のことをたくさん褒めてくれて。あら、あなた、なかなかいいフェロモン出してるじゃない。え？気に入ったからお酌してあげちゃう。ちょっと邪魔よ、ゆうじろうちゃん。はい、どうぞ。ありがとうございます。やっぱりあなたいい男。いや、僕なんか誰にも認めてもらえないし、いい男なんかじゃないですよ。あら、私はいい男だと思うけど。それに誰に認めてもらえなくても自分で自分を認めてあげればいいじゃない。自分が自分を一番愛してあげないと。他人に認められたいならまずは自分が自分を愛することよ。自分が自分を愛する。まあ私はあなたのこと愛してるけど。トミコママのおかげで自分がまず自分のことを愛してなかったということに気づけた。そしてお金なんか関係なしに無条件で僕を認めてくれる人が世の中にはいるんだってことにも気づけたんだ。おかげでマミさんとは縁を切ろうと思うことができた。痛い。あんたたち、ちゃんと太郎ちゃんに慰謝料払いなさいよ。じゃないとまたトミコバスター食らわせるからね。それといいこと教えてあげる。太郎ちゃん、月収5万円だけど、貧乏なんかじゃないわよ。え？会社経営していて、自分の給料を5万円に設定してるだけで、会社にはたくさんのお金があるから、貯金だってたくさんあるのよ。それ、本当？ああ、
税金対策に今年は5万円に設定していただけなんだよ。何それ。じゃあ、あなたはお金持ち？別れる必要なかったってこと？いや、やっぱり離婚はなしにしよう、ね？ごめん。君が僕を愛してないように、僕も君を愛してないんだ。今は僕、富子様一筋だから。何よそれ。裕次郎ちゃん、どうしましょう。ちょっと重いんだけど。そんなの知るか。くぅ、塾女の布教活動をしようとしてたのに、なんでこんなことに。富子様、そんなこと言わないでくださいよ。その後、僕は富子様に弁護士を紹介してもらい、二人から慰謝料を受け取ることになった。二人は今、富子様の経営するゲイバーで下働きをして、お金を稼ぎ、慰謝料を分割で払っている。富子様、二人の腐った性格を直すため、かなりスパルタで指導しているらしい。今、そのゲイバーに通い詰めてるけど、行くたびに二人は半べそを書いてるよ。富子様、今日も来ました！あら、また来たの？よし、俺はもう帰る。ダメ、裕次郎ちゃん。あなたもいて。二人はさすがにきついわ。むぅ、俺は塾女パブに行きたいのに。でも、太郎ちゃん、出会った時より本当にいい顔してるわね。全部富子様のおかげですよ。そして、富子様に会わせてくれた裕次郎さんのおかげでもあります。俺は別に、富子ママに会わせるつもりはなかったんだがな。俺も会いたくなかったし。なんですって？なんでもないです。僕、これから自分で自分を愛せるように努力します。だから富子様、裕次郎さん、これからの僕を見ていてください。ま、しょうがないから、見ててあげるわよ。塾女パブに一緒に行ってくれるならな。こうして僕は、この年にして大切なことに気づけた。今まで誰にも認めてもらえなかったのは、自分が自分のことを愛してなかった。つまり、認めてなかったからだ。もしかしたら、僕は誰にも認めてもらえない。そんな風に思い込んでたから、認めてくれた人を見過ごしていたこともあるのかもしれないな。まずは、自分を好きになるための第一歩として、筋トレを始めたんだ。富子様は筋肉質の男性が好きって言ってたから。筋肉痛は辛いけど、これを乗り越えて僕は僕を好きになるぞ。よーし、頑張るぞー。